またムーブメントのあのご紹介します。まあ、これ多分結構皆さん知ってると思うんですけど、ダックウォークですね。この強いステップ、地面を踏むという練習になります。じゃあちょっと畑にやってもらいましょう。しっかり腕を振ってダックウォークをやる。ちょっと日本でいきます。これすごい大事なのは、ちょっと体型やってみて、体勢をね、ここのバックアーチでしっかり膝をお腹につけながら地面を思いっきりプラントする。いや、プラントというのは叩くってことですね。叩いて前に進む練習です。これはオフェンスラインとしては地面をいかに思いっきり叩けるかが相手を押せるか押せないかです。地面の反発を使って前に進む、これはすごい重要になってます。でもう一回日本見て、この前からはい、レディー、ゴー。はい、すごいよくできました。で、ダックウォークは必ず毎回の練習のパートで本当2本ぐらいやってください。で、次にやりたいのは今度先ほどよりもちょっとテンポを速くしたダックウォークやってみます。はい、レディー、ゴー。はい、上手できた。ちょっとこの普通のダックウォークよりもちょっと早めなのをやります。で、その次に今度はちょっと全力でやってもらうので大丈夫です、バテてないです。はい、OK です。はい、もうこの3種類ですね。まずはゆっくり7割全力ですね。これをまず3つやってみてください。3つが終わったら今度はちょっと相手を押す、相手ちょっと寄りかかってもらって、これを同じ体勢でやっていくというのをやってみましょう。これも7割から5割のスピードでいいので、はい、リリー、ゴッ、はい、こう上げて、ひざ前、もう一本、膝を、相手がいても手を伸ばしてグラブして膝を前にしていく、これイメージしていく。よくないパターンの時、ダックオフの時、ここから動かしてもらいたいんですよ。で、上手にできない人がよくいるのは、腰をこう、もう体もこうなってしまう人が結構多いです。ここはこのままにして、このままこういう風に踏む感じです。ここだけ動かして、必ず絶対に後ろから見ても進んでる時に体をこう、このターンはさせない、これが一番大事になってきますんで、そこをすごい注意ポイントなんで、そこをよく見てやってみてください。はい、じゃあ次のムーブメント、まあムーブメントというよりもこれはもうアメフトの練習になってきてるんですけども、ちょっとこちら見てください。このようにアジルがあって、もう T になってます。で、これ何をするかっていうと、今年私すごい皆さんによく今年どうだったって聞くと、みんなダブルチームなどは押せるようになった、でもラインバッカーが取れないっていうのが今年一番の課題だったんですよ。それはもうぜひこの練習やってみてください。ラインバッカーが取れないっていうのは、ラインバッカー相手2戦目抜けた時に自分の体がコントロールできてるかコントロールできてないかだけの差なんですよ。でもそれが一番難しいので、ちょっといろいろなメニュー考えてますので、ぜひじゃあちょっとこれやってみましょう。これはまずちょっとスローでやってみましょう。普通のスタートからいきます。レディーゴーで、はい、スタートしました。じゃあこれシャッフルだ。で、こちら側に合図を出す人がいます。で、こっちにやったら、はい、ゴールってやったら、またいに行きます。で、今度、シャンプーさん、こっちに行ったらしたら、ダミーを受けて、ここに行きます。で、ここですごい大事なのは、ここでシャッフルして、足を出しますの時に、あまりこっちに行かない、この際をギリギリ行く。結局はラインバッカーは、そこの際、一番鋭角な角度を狙ってきます。そこを埋める練習で、シャープしながらこっちに出たと思ったら、こっちでこのギリギリ蹴らないか蹴るかギリギリで足を持っていく、ラインバッカーのスクレープコースを消すっていうイメージですね。これを意識した練習になります。で、前に行くときはここから前にゴーするときはもう膝を上げて、で、このときラインバッカーと当たるイメージなんで、こう来てゴーするときに足を引いてから行かない、足を引いたラインバッカー食らいます、こう来て前に
出す感じでやってみてください。じゃあ一回畑くんにやってみましょう。いきます、レディーゴー。はい、シャッフルして、はい、こっち、はい、はい、オッケー。でまだ隙間が空いてます。あの隙間、ちょっとした隙間にラインバック入ってきます。あそこを埋めたいです。はい、いきます。レディーゴー。はい、こっち。オッケーオッケーオッケー。いい感じですね。なので、まあ、ぜひこれ簡単そうに見えるんですけど、意外と難しいです。ぜひやってもらいたいですね。で、ちょっともう一人で、藤井さんにもやってもらいましょう。これランニングバック写真なんで、今度レディーゴー。はい、こっち。お、早いですね。早いですけど、なんかちょっとまだ腰が高いですね。なんかアフター向こうまで株が走っちゃってますけどね。あの体力持つのかだから、もう一回ちょっとへばってもらうためにやってみましょうか。ゴー。はい、シャッフルして。はい、こっちこっち。はい、オッケー。ちょっとこれね、別にオフェンスラインだけではなく、ぜひね、いろんなポジション。ランニングバックもいいですよね、はい、うん、これをとっさに誰か出してあげて横にすぐ切れるか前に行けるかっていう判断、目で見て体に伝えるっていう練習になりますんで、ぜひやってみてください。次、まあもう本当に次簡単です。アジルを押す、これはもうどちらかというともう根性練です。やっぱスポーツやる上で、まあ理論的なことも必要なんですけど、根性でやっていくことも多分大事だと思うんですよね。ただその時にやってもらいたいのは、ワイドベースは絶対守る、ヘッドアップは絶対守る、この2点をしっかりやって、あとはひたすら押す押す押すですね。ちょっとね、元今も相撲やってるんで押すのは得意だと思う、畑くんにやってもらいましょう。じゃあもうひたすら押す、もうこれひどいと1本をねやらせるなら、もうサイドラインからサイドラインまでやらしちゃって大丈夫です。人はこんなんで死にません。はい、行ってみましょうか。行きまーす。レディーゴー。はい、ごちそうさまでした。はい、お仕事のこれまで。お仕事をお祈りして。一緒に、一緒に。OK。下、ワンパンって言うと、そのまま。OK。もう、ほんと練習だよ。コントロールの中、行ってみましょう。はい、行きまーす。レディーゴー。はい、腰を上げて。顔を上げて、顔を上げて、腰高いよ。腰高い。顔を上げて、手元、膝前、膝前。押し倒して押し倒して押し倒して、 OK。 この練習ね、ただドライブの練習なんですけど、足をかくという練習になりますので、この試合でゴールラインとか大事なところでこれをイメージするだけで押せます。ちょっと畑くんに聞いてみましょう。これしんどさ的にはどう、女ぐらいしんどい？めちゃくちゃしんどいです。めちゃくちゃしんどい。外に行ってるんで汗かいちゃってますから相当しんどいと思いますね、はい、ぜひやってみてください。やってみましょう。で、これバックもちょっとあるんですよ。ちょっと一応藤井さんいるんで、今日ランニングバックもこれやあるんですね、やり方が。あ、じゃあちょっと片手でやるやつ、なんかバックでやる。そうで、なんかランニングバックはよく藤井コーチが教えてるんですけど、こんな感じでアジルを片手で押してやるパターンですね。やってもらいましょう。レディーゴー。ということよりも、進みながら、ただ手はロックした状態で膝を上げながら低い姿勢で走っていくっていうことを意識してやります。で、その時に注意してほしいのが、前のめりがちょっとこうなることが重要です。あくまでもこっちがベースで、ここは手を添えてるだけになります。ぜひね、これランニングバックとオフェンスラインで競争とかちょっとやってみたら、この時期面白いかなと思うんですよ。やっぱり競争ポジションで競争やってこうね、タイムとか測ったら結構やる気になると思うんで、辛い練習ほどなんか楽しくやる方法を皆さんも考えてみてください。まあそうなりますんで、今日のまあこのムーブメントみたいなムーブメントですね、この練習は以上になります。ありがとうございます。